芥川龍之介作「藪の中」「けび石に問われたるオーナーの物語」はいあの死骸は手前の娘が片付いた男でございますが都のものではございません若さの国府の侍でございます。 名は金沢の武宏。年は十六歳でございました。いえ、優しい気立てでございますから、遺恨なぞ受けるはずはございません。娘でございますか娘の名は政子。年は十九歳でございます。 これは男にも劣らぬくらい勝ち気の女でございますがまだ一度も竹ろのほかには男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い左の目尻にほくろのある小さいり瓜ね顔でございます。 剛弘は昨日娘と一緒に若さへ立ったのでございますがこんなことになりますとは何という因果でございましょうしかし娘はどうなりましたやら婿のことは諦めましてもこれだけは心配でなりませんどうかこの乳母が一生のお願いでございますから たとえ草木を分けましても娘の行方をお尋ねくださいまし。何にいたせにくいのはその多条丸とかなんとかもうす盗人のやつでございます。婿ばかりか娘までも。